女王降臨ひろみチャンネル。今回はですね、小池都知事がですね、医療職のマンパワー不足を、懸念しておっしゃっていたことがあったんですけれども、これですね、医師 OB らの復帰を進めるということで、東京都の小池百合子都知事、知事は、3日、日本経済新聞のインタビューに応じ、新型コロナウイルスの感染者の受け入れ体制について、医療現場の人手不足感は否めないと危機感を示した。医療崩壊を防ぐ措置として、医療従事者らの OBOG に、現場に復帰してもらえるよう進めていると明らかにした。またロックダウン、都市封鎖については法的に難しいとの認識を示したということですね。で、それを受けてですね、私一言ここに、この記事に関して書いたことが、ゆり子それやめた方がいいと思うんだよね、熟練士でも震え上がって萎えそうな自分と戦ってると思うぜ、しかも頑張ってるのに素人同然のジジイに教えないといけないんだぜ、足引っ張られるぜ、無理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 やめとけと書いてます。まあ本当これ言葉の通りです。でですね、実は感染コントロールとかっていう、そういう要するに、この間も言いましたけど、マイナスを減らすっていう考えのわからない人たちがいっぱいいるんですよ。あとは何と言うんですかね、例えば私たちが学生の頃の教授たちは外科系なのに、手術してるのにマスクが落ちて鼻から出てるとかそういうのね、めっちゃよくありました。てかそういう意識が薄い人たちってね、今もいっぱいいるんですよ。まずはそのお勉強してない人たちなんです、研修医もこのジジイたちも。だからしっかりとその知識のある人だったらいいんですけど、医師免許持ってるだけでは役に立たないんですよ。でそういう人たちに今度教えないといけないわけですね。でそれは即戦力になるのかって言ったら甚だ疑問です。ですからそれこそ下手をすると、なんか、まあ、1万人ちゃんとやっても1人ができてなかったら全部パーになってしまうのよっていうことも言ってますよね。私本当にその通りなんですよ。じゃあその1人がぶち壊しかねない、そういう現場に素人同然の人を免許持ってるからって放り込むっていうのは、ね、非常に危険なので、小池知事それぜひやめてください。それよりは今やってるみたいに、その軽症者を外に出して重症者を受け入れる、しかも慣れたところね、まあ完璧ではないにしても、まあ、形容の例があるのでちょっといけない例でしたけどね。だけど、まあ、完璧ではないにしても、大学病院とかって言ったら一番そういうことの危機管理ができている病院のはずですよ。特定機能病院っていうのは、その一番危ないのは、院内感染で危ないのは何が広げるかっていうのは、媒介するのは人の手なんですね。医療職たちなんですよ。医療職とは限らないけど、事務の人とかそういう人たちも行くじゃないですか。そういう人たちの手が広げるので、やっぱりこれはね、どういうふうにすべきかっていうのを知識のある人たち、それをちゃんと守らないといけないという理屈がちゃんと理解できてる人、ちゃんとトレーニングされた人たちでやるべきなんですね。そうじゃないと、もうその本当にたった一人のためにうわって広がってしまう。だからこの間も言ったでしょ、エイジュなんかいい病院なんですよ。それでもああなっちゃうんですね。ちょっと認識が甘い人が本当に一人でもいたらああなっちゃうんです。で、慶応だってそこでエイジュから一人来て、そこで研修医が感染して、患者さんも感染してって、でそれでまた研修医がパーティーやって広げちゃったっていうね。最悪の流れですね。本当困ったもんなんですね。だからそういうことになっちゃうので、やっぱりでもね、やっぱり原理原則を分かってないと応用も効かないんですよ。それそうじゃないですか。そうやって原理原則ってね、皆さんバカにするかもしれないけど、ものすごい大事なんですよ。そこがないと本当に何にも応用できないんです。で、臨床現場っていうのは応用ばっかりしないといけないところなので、ぜひこの原理原則の分かっていない、しかも偉そうだと思われる年齢のね、俺はできるよ当然だよって、年上だからやっぱり何言われても聞かないんですよね。
そういう人たちを導入するともう現場が余計疲弊する、やる気なくなっちゃって逃げ出しちゃうので絶対やめていただきたいですっていうことを切にお願いしておきます、うん、まあでもあれですよ、どういうかな、あの都知事一回お掃除とかに行ってみたらどうですか私の言ってることが分かると思いますよ放火無理して行ってくださいね、バレないように全然それもいいかもしれない見てみたい見てみたいはい、なんか聞きたいことあります？開業医の方って要は年齢制限ないわけですよね、うん、ないないない、だから別に普通の年の定年以上のお医者さんって結構いますよね、たくさん。まずね、あのほらあの一番有名なところでは日野原先生ですね、100歳超えて手当てしてた手当て手当てっていうのはこうすることなんだよってそれなんか患者さんが良くなった気がするってすげえなと思ってたけどいいなあれって、いやでもね、でもねあるそれはね一理あるんですよ、言っとくけど、あのねちゃんとエビデンスあるんですよ、手を当てると痛みが引くって、ちょっと理屈はあるんですよ、理屈はあるんです、でも日野原先生の場合違いますよ、ちょっと別の意味の手当てでももうあそこまで行くとやっぱり医療じゃなくて宗教なんだなと、だから医療と宗教のね境目って難しいですよ。あとね、私があの研修の時からずっと考えてたのはあの医療とお水の違いですね。だってね、あのそのいい、その気にさせていいことばっかり言って、その気にさせてあっちは酒売っててこっち薬とか手術売ってるわけでしょ、どこが違うんですか、医師免許があるだし。そうなると情けないから、私はすごくあのこうエビデンス、医療と宗教、医療とお水の違いを一生懸命探して自分なりの線引きを一生懸命やってきましたね。いろいろお薬を過剰に出したりとか、うんうん、いっぱいある。具体例ちょっと教えてもらえたら。いっぱいありますよ、出さなくてもいい薬をどんどん出すとか、やらなくていい検査をどんどん進めるとか、収益にもなるし、あそこの先生はこんなにしてくれたってほら評判良くなっちゃう、それでしてくれたってことで、そうそうそう、で逆に私みたいにやらないよ必要ないからとかって言っちゃうのはもう院長に言いつけられるとかクビにしろとかって文句言われるとか、いくら言っても分かんないですから、ね、あなたのためなんですよそれがって言っても分かんないの、なかなか大変ですよお医者さんって。そのためちょっと不安を煽ったりとかする時もあるんですか？ありますよ、何かに魂を売ったお医者さんっていうのは残念ながらいっぱいいるので、やっぱりそこはあの皆さんが見分け方としては、何かこのお薬は何のために出すんですかとか、うん、とか、じゃあいつまで続け、どういう状態まで続けるんですかと、あのやっぱり薬新しく出した時に、効果がなかったらやめますっていう瞬間があるんですよね、うん、だからそれを何を見てやるのかとか、あのそれとあと相互作用ですね、他の薬との飲み合わせとか、そういうのをちゃんと先生が説明してくれるということでなければちょっと疑ったらいいのかなっていうふうには思いますね。私はくどくど説明しますけどね、まあ今ちょっとそういう仕事やってないんですけど、うん、でもちゃんとやってましたよ、うん、まあその咳止めだから解熱だったりとか、まさにタンキリとか、なんかもうそういうのたくさんもらって3つ4つもらって、あったよ、あのね私がね研修の時にいたちょっと山奥の病院なんだけど、なんか近くの先生が、まあそこに行ったら風邪がピタッと治るってね、いうのをね、いう評判だったの。絶対院内で調剤するんですよ、院外処方にすると内容がバレちゃうじゃないですか。でもよく見たらそこにステロイドがてんこ盛りに入ってる、水薬の中に、水薬の中にね溶けてる、そうステロイド入ってるんだからよくなるよねでもステロイドは感染症には基本的には禁忌ですからね、そういうのも全然説明もせずに、うん、でもそれはよくなりますよ、抑えちゃうからなるのか、そう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 、だから院内処方だと分かんないんですよ、レセプト取り寄せてみたら分かるみたいなね、レセプトの中には全部院内処方でも入ってますから、何が使われてるかっていう、なんか風邪薬のね A とか B とかそういう変な調合があるんですよ、そのそういうところはね危ないですよ、何が入ってるか分かったもんじゃありませんよって言っちゃった
ありがとうございます。はい、はい、では本日はこの辺で終わりたいと思います。